皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2017年11月の20日月曜日、今日のスーファの言葉は、言葉を9回唱える魔法。言葉を9回唱える魔法。そして今日の BGM は高知新聞創刊100年の記念してですね、作曲の制作の依頼がありました坂本龍馬フォーエバー。この中から100年の時を超えて高知新聞社のために作りました曲ですが、その中から成長をお送りしています。失礼いたしました、躍進ですね、躍進をお送りしています。桂浜を見下ろす坂本龍馬、高知を代表する、世界的にというか日本では一番親しまれてる、愛されている龍馬。ぜひ手に取ってですね、じっくりと龍馬の心を感じ取っていただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。